。はい、それではアームロック、チキンウィングアームロック、木村ロック行ってディフェンスされた時の決め方やります。はいはいはい、アームロックいきますね。アームロックいくとこうやって帯持ってディフェンスしてくる人がいます。うわ、取れねえぜ取れねえぜね。これでさらに腕の力がすごい強いともう本当取れないですね。この時の対処法ですね。このままやってても下手すると一生取れないんで、ここで今右手で相手の手首を押さえてるんですけど、これ左手に任せます。そうするとこっちの右手フリーになりますね。そしたらこの右手で相手の帯を持って帯をこっちにスライドさせますね。相手は帯離さないね、離さないんですけど、ここで帯をスライドさせると相手が力の入らないところまでいきますね。そしたら再び右手で相手の手首を持ってここで決めます。はい、もう一回やります。あ、取れねえ取れねえ。チャンネル登録してください。